カハベル・カラーゼは、グルジア・サムトレディア出身の、元同国代表サッカー選手、政治家。サッカーでのポジションは DF。11歳の時に、父、カルロのチームラコモティフ・サムトレディアに入団。当初のポジションは FW だった。1993年に独立したばかりのグルジアの、ディナモト・ビリシに入団。1994年にプロデビュー。次第に頭角を表し、 1997年に、ウクライナのディナモ・ケーフへ移籍。アンドレイ・シェフチェンコらと共に UEFA チャンピオンズリーグでの上位進出に貢献した。ディナモ・トビリシ、ディナモ・ケーフ在籍中はすべてリーグ優勝。その後、2001年1月10日に、ジョージア国籍を持つ選手としては初めて、セリエ AAC ミランへ移籍。05-06シーズンまで再び、シェフチェンコと共にプレーした。 2010年8月31日、ジェノア CFC に移籍。祖国ジョージアでは、最優秀選手賞を5回受賞。同国では最高記録である。2008年12月2日に、ジョージア人、モデルアヌカ・アリシズとミラーノで結婚。ジョージア代表には1996年3月27日の、親善試合、キプロス戦でデビューし、 11年後の2007年2月6日のラトビア戦で代表初ゴールを記録。50試合でのキャプテンを務めた。2009年9月5日のイタリア戦では、自身の2つのオーンゴールにより2から0で敗北するという失態を犯した。2011年12月12日に代表引退を表明した。2012年5月12日、現役引退を表明。サッカー選手引退後は、 母国ジョージアで政治家に転身し、議会選挙に小選挙区より当選。所属政党、グルジアの夢も同選挙で勝利し、同年10月8日、次期首相就任が確実なビジナイバニシビリ党首より、次期内閣における副首相に指名された。また、2017年10月には、飛びりし市長選に当選したことも報じられた。2001年に、 実の弟で、偉大生のレバン・カラーゼが心臓病の治療を受けていた、トビリシュの病院前で誘拐されるという事件が発生。母・カラーゼ自身もウィンターブレイクを利用して、調査するも発見には至らなかった。2005年に、発骨死体となって、発見という報道がなされたが、DNA 鑑定の結果から別人と判明した。2006年1月7日に無縁墓地で発見された。 遺体の DNA 鑑定の結果、レバンと判明し、2月17日に政府より発表された。その状況の中、2月18日のカリアリカルチョ戦、2月21日、CL バイエルンミュンヘン戦に出場し、チームに貢献した。試合後、試合が行われたミュンヘンから、ベルルスコーニ会長のプライベートジェット機にて、レバンの葬儀のために、ジョージアに帰国。 犯人は4人組の男で、すでに逮捕されている。カラーゼは、ジョージア政府、警察の対応の悪さに落胆し、同国代表でのプレーを拒否。ウクライナ代表でプレーする特例をフィーファに求めたことがある。ゴールドットコム。カラーゼが、引退表明、政治家を目指す。2012年7月15日閲覧。元エシーミラン選手を副首相に、 イコール時期内閣を発表グルジア野党時事実信。http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュし、g=int30&k=2 兆121億80万3842012年10月8日。閲覧。元ミランのカラーゼ氏、ジョージア首都の市長に当選。120万都市の主長に、 ありがとうございます。